こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。皆さんはまだ記憶に新しいと思いますが、スタッフ細胞はあります。堂々とした発言から、今年で9年が過ぎました。私たち世間を驚かせる、大きなニュースでした。2014年は、最初から最後まで、スタッフ細胞の話題に振り回された年でしたね。彗星のごとく、テレビの画像に現れた、おぼかたはるこさん。当時 おぼかたさんは日本の科学者として紹介され、また、独立行政法人理化学研究所の元研究員でもありました。2014年1月末にスタッフ細胞のリケジョの星として、一と世にして時代の寵児となりました。理系の女子学生や女性研究者を称し、リケジョと呼ぶそうです。こんな話題に触れてみました。最後までお付き合いください。また皆様からのご意見や ご感想などもよろしくお願いしますよろししくお願いしますそこで私は詳しくないので今話題になっているチャット GPT に聞いてみましたその回答は次の通りですまずおぼかたはるこさんに関する話題をいくつか提供しますスタッフ細胞の研究が物議を醸した出来事やその後の動向に焦点を当てた情報を含めています1スタッフ細胞研究の発表 はるこさんが2014年にスタップ細胞という新たな細胞タイプを発表したことについてその発表は当初大きな注目を集めた2大胆と論争スタップ細胞研究が一部で疑念を提起論争となった経緯について議論の内容やその後の調査結果などを取り上げる3おぼかたはるこのベストおぼかたはるこの科学者としての活動や研究業績について 彼女の学術的なキャリアに焦点を当てる。4. 研究科学と教訓。スタップ細胞研究をめぐる問題から、研究倫理屋における透明性。今後の性についての重要な教訓を考察。5. その後の動向、おぼかたはるこは、その後、どのような活動をしているのか、研究会での影響などについて。研究分野から離れたり、新たな研究に広がっているかもしれない。これらの話題を組み合わせて、 はるこさんの研究と関連する出来事について、含むような情報を提供できるでしょう。このような回答が返ってきました。そこで、お礼の文章を、このように送信しました。ありがとうございました。いつもありがとうございます。今後ともご指導よろしくお願いします。チャット GPT からの返信は。どういたしまして。お力になって、嬉しいです。どんな質問やアドバイスが必要でも、 いつでもお気軽にお聞きください。成功を祈ります。またご相談をお待ちしています。感謝の気持ちでいっぱいです。素晴らしい返事に驚きました。皆さんはどのように感じられますか。またご意見などお聞かせください。しかし、後に理化学研究所はスタップ細胞はあるのか、ないのか。このことを調べる検証実験で再現できなかった。と正式に発表した。 おぼかたはるこさんは21日付で利権を退職することが明らかになったこの事件はデータの不適切な操作である改ざんから始まったのではなかったでしょうかまたスタップ細胞事件とは論文の不正から発覚した一連の事件で理化学研究所の上司はこの騒動を受けて自殺されたことにも驚きましたスタッフ細胞とは画期的な多能性幹細胞として期待されましたが おぼ方さんは手記の中で論文の不備や研究者としての未熟さは認めたものの、利権が認定した不正への関与は、誰かを騙そうとして図表を作成したわけでは決してありません。と、堅くなに否定されていました。おぼ方さんは研究者失格の落印を押され、マスメディアの報道姿勢や警察の対応も問われることととなった。おぼ方さんの学位は猶予期間を経て、 2015年11月に取り消され、理科学研究所も退職することになった。小ぼか春子さんのプロフィールを簡単にご紹介します。1983年9月25日の生まれ。現在の年齢は40歳。出生地は千葉県松戸市。学歴。早稲田大学、理工学術院。主な受賞歴は日本再生医療学会総会、ベストポスター賞。主な業績。 細胞シートの研究。スタップ研究。出身校、早稲田大学大学院。理工学研究科、修士課程修了。おぼかたさんは、このスタップ細胞の不正騒動の後、理研を退職し博士号を剥奪され、現在は研究には携わっていないようです。スタップ細胞の不正騒動の最中は、若く将来有望な女性研究者が、様々な方面からの、 嫉妬や思惑から陥れられたのではないかという世論も聞かれました。実際、おぼかたさんは辞書で最悪の実験環境の中での再現実験でスタップ細胞はできていた。このようなことを告発されていました。この事件は見ている私もおぼかたさんがかわいそうにも思えました。スタップ細胞は本当にあるのかやはり最初から存在しなかったのかしかし、 報道された論文の不正は事実でしょうか。いろいろと調べてみると、ある記事には、スタップ細胞は最初から存在しなかったのだ。このようにも書いている記事を見つけました。オボカタさんは、辞書で、最悪の実験環境の中での再現実験で、スタップ細胞はできていた。と明かしていますが、事実はどうでしょうか。ここから、国際幹細胞普及機構のページから引用しました。記事に、 このようなことが書かれていましたのでご紹介します。スタップ細胞の今後について。スタップ細胞自体は今後の再生医療においてとても夢のある細胞と言えます。ES 細胞のように倫理的な問題もなく、iPS 細胞のように作成するために。コストや時間がかかりません。さらには ES 細胞と iPS 細胞の大きな課題とも言える。 ののの心配もなないとのことこででまさに夢のような万能細胞ですスタップ細胞の論文不正事件は日本の再生医療の研究や学術論文に対する信頼度を下げてしまったと言っても過言ではありませんスタップ細胞が存在していたか否かはおぼかたさん本人にしか分かりえないところではありますがもし存在していたとしても再現性が乏しく自己増殖能力が弱い細胞であれば 今後のの医療への応用は期待できません再生医療は今後の医療において非常に期待の大きな分野であるため日本の学術論文の信頼性を取り戻す意味でも今後論文の不正は許さないという姿勢とより先進的で実用的な研究が進むことが望まれますこのようなことが書かれていました今思えば彼女はなぜスターとなってしまったのでしょうかそしてなぜ はるこさんはこんなにもバッシングされたのでしょうかリケジョの星と呼ばれそのルックスからファッションやライフスタイルを取り沙汰されたと思えば一転して論文捏造に釈明会見と大々的なバッシングを受けた後は約2年間ほど公の場から姿を消していましたね騒動後も彼女の生活は平穏な日々ではなく心身を崩しマスコミに追われ刑事告発があり ずいぶん辛い思いをされたでしょう。世間の目、報道陣の目など、気にしながらの毎日は、地獄ではないかと想像します。傷つきながらも、立ち向かおうとして、心を折り、また立ち直ろうとする。まさに、水前寺清子の歌ではないが、三歩進んで二歩下がる、姿が描かれている。お体だけは気をつけてほしいですね。あれから四年後の、2018年の記事に。おぼかた春子日記。 理系上のの星はなぜ注目されたのでしょうか。スタップ細胞発見の報道から気づけば4年が過ぎた最近はニュースでも見かけなくなった元理化学研究所研究員のおぼかたはるこさんですが3月25日に諸女作から約2年ぶりの手記を出版されて今回は理研でのスタップ細胞騒動終演後の2014年12月以降のおぼかたさんの日常が 日記として綴られています。おぼかたさんは、この日発売の同志で、瀬戸内寂聴さんとの対談形式で、男性からの攻撃はものすごく、暴力的で、本当に殺されると思いました。こんな心境を暴露されました。スタッフ細胞は、ありますと、涙で訴えた、2014年4月9日の会見から。時は過ぎ、ネット上では、おぼかたさん容姿が変わりすぎ、痩せたなぁ。 辛かったんだろうなぁ。との感想が相次いでいた。週刊誌に掲載された、おぼかたさんは白いレースのミニワンピースに白い靴姿。膝上10センチ以上のミニワンピースはハイウエストと。随所におぼかたさんらしさが出たファッションだったが、ネット上には騒動前にスタップ論文で時の人となった。2年前の写真と比較する動きもあり。 激動の2年間を送った、おぼかた氏の変化を感じる向きも多かったようです。データの不適切な改ざんはいけないことは事実ですが、私の個人的な意見ですが、静かに見守ってあげてほしいですね。もう、そっとして置いてあげてほしい。2014年4月の記者会見以降、研究、不正認定や、博士号取り消しなどが続いた、おぼかたさんが、ついに沈黙を破った。 次々に浮上した疑惑と研究不正認定によって表舞台を去った、おぼかたさんが、突然の手記を出版した。253ページに及び、幼少期からスタッフ細胞問題を経て、早稲田大学に博士号を取り消された時期まで、おぼかたさんの観点からの事実関係や思いを記している。学術的に一連の疑惑を否定する記述もある、そうです。関係者によると、 14年の疑惑発覚以降、体調不良を訴え続けていた、おぼかたさん。現在も、国内で療養中のようです。おぼかたさんは手記の冒頭で、発表の理由を。このまま口をつぐみ。世間が忘れていくのを待つことは、さらなる卑怯な。逃げであると思い。自分の持つ弱さや未熟さもさらけ出して、この本の中に真実を書こうと決めました。と説明された。 スタップ細胞問題については一片の邪心もありませんでした。と不正を否定しつつも、不勉強であったことを心から反省し恥じています。一連の出来事の責任を抱えきれないほどに感じ、お詫びの言葉も見つかりません。などと謝罪もされているようです。また、誰かの役に立つ仕事に就くのが夢だった。という研究者への志。私はここまで責められるべき。 悪人なのだとと思うと自分が生まれた日さえも呪われた日のように思えます。という苦悩も綴っている現在は東京でひっそりと働きながら趣味の洋菓子作りに精進する日々を送っている方春子さん2019年から同居しているという彼氏はおぼかたさんと同じ千葉県出身の男性で彼が都内に購入した家に移り住んだ形なのだそうです 最後までお付き合いいただきありがとうございました。また皆様からのご意見やご感想などよろしくお願いします。本日はありがとうございました。